見に来てくれてありがとう。歯科技工士のタカポンです。今日はあれだ、有給休暇、歯科技工所の有給休暇の話だな。うん、俺はちゃんと有給申請を出してちゃんと休める会社にも勤めてた時ある、技工所な。そういうのもあるけど、まあ技工所のほとんどっていうのは有給休暇は基本的にねえから、ねえけどある会社も一部で、有給休暇がある会社っていうのはまあ大体2パターンあって、その俺が勤めてたところを、まあ両方勤めてたんだけど、その有給申請出せば理由にどうあれ休める会社と、もう一つは有給の理由によってはダメな会社っていうのがある。その理由は、ダメな理由は、法事は OK なの。法事は OK で、遊びはダメっていう。意味わかんながんべ？理由聞いて、まあ家族ごととか法事とかは OK で、もう自分の遊びとかはいやダメでしょみたいな箇所はある、要はパワハラしてくる技工所はある、だからあれだよな、基本的に有給ダメな会社はパワハラとかじゃなくて、ただ単に全体的にダメなだけで、有給あって理由つけてダメとかいうパワハラすところはあるな。でも結構法事って言うと大丈夫なんだよな、そういうところって。意味わかんねえけどな、法事は OK なの。ただ俺あんまし嘘はつきたくねえから法事って言えねえんだよ。だって遊ぶ目的でしか休まねえもん。体丈夫だと遊ぶ以外休む理由ねえんだな。だからでも法事は OK なんだよな。で法事な、嘘はつきたくねえべ。だから法事の定義を調べたわけだ。法事ってどういうことなんだってことだよな。法事の定義を調べると、なんか仏教の行事が法事らしいな。仏教の行事だよ。だから仏教の行事、俺の趣味って大元は仏教行事から来てる趣味が多い。登山とかマラソンとか、まあ修験道だよな。山岳信仰だから、山に登ったなんだかんだっていうのは山岳信仰から来てんだよ。修験者が山に登って行った来たやってんのが庶民に伝わって登山になったわけだよな。だからあれも一応行事だから、法事な、法事でいいんだ。法事で嘘ついてねえことなんだな。それはいいな。でほら、富士登山とかっていうのはさ、一番最初っていうのはあれだよな、駿河湾で身を清めてな、そっからトコ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 トって富士山登ってくるんだな。だから海で泳ぐのも要は仏教行事に入るべな、身を清めるな、法事になったな、嬉しいな。
まあ家でゆっくり休む、家でゆっくり休む理由、まあ、瞑想だな。な、心を落ち着かせて、テレビを、テレビ見たって心落ち着く人は落ち着くからな、まあ、瞑想だよな。座禅みたいな、あぐらくみたいな、見てて、あれも瞑想だ、仏教行事だな、法人だったな。まあそんな感じで理由なんて適当にくっつけて法人にしちまえばいいとか思うんだけど、そもそもだよ、理由聞くな、理由聞くのパワハラだぞ、もどがらおかしいんだから、理由聞くっていう、有給申請出したらな、理由はどうあれな、OK にしろな、じゃなかったら有給なんかやめじめな、休めねえ有給なんてあってもしょうがねえんだからな、そこはなんか会社、いい会社ずらすすんのはよくねえからな、いい会社ずらしてパワハラすんのはやめろな、頭悪いからたら最初から有給なんかねえよみたいな感じ、休めるわけねえんだみたいな、最初からそういう会社にしといた方がいい、でももうちょっと個人ラボとかに行くとその辺もまたどうでもよくなんだよな、休みとか仕事の感覚っていうのはある程度ちっちゃくなっと、それもまたなくなる、要は納品に行く人がまあ仕事が終わってればいいみたいな会社もあっかんな、朝来て机に仕事が上がってて、それを納品の時間までに終わってればいいっていう会社はある、そういうとこも俺勤めた、結構みんなそういうのは自由だったな、ほとんどの人が昼間っていうか朝からパチンコ屋に並んでパチンコしてから空いた時間に仕事して終わらしてな、黙って人のとこに置いた、あと夜中だけこそってきて、夜中だけちゃちゃってやって朝には仕事終わってるっていう技工事も結構多い、ちゃんとやることだけやってればいいっていう、そういう何の決まりもない技工事あっから、何の保証もねえんだな、長期で休んでもいいんだけど、長期で休むとその分給料はなくなるから、そういう会社も、でもそういう会社は楽は楽だよ、楽は楽だ、中途半端に決まってる会社の方が歯科技工場はやりにくい、まあそういうことだ、まあ何かあったら法人で全部通じっから、ただ法人とか言わなくちゃいけねえところはダメだよ、理由も聞くな、じゃあな。